深夜にトイレを利用し、戻ってキャンピングカーのエントランスから中へ入ろうとした時、車の下から何者かに右足をガッと掴まれたことがあります。このまま車の下に引きずり込まれるのかと一瞬ヒヤッとしたけど、はいどうも、ケンキャンです。僕はキャンピングカー歴6年、年間の300日以上を車で過ごし、旅をしながら仕事をしている29歳です。旅先では時に山の中で過ごすこともあり、少々怖い経験をしたこともありました。僕が経験したのは、車中泊中に何かの足音が迫ってくるという体験です。これは動画に収めてあるので、まだ見ていない方は説明欄からぜひご覧ください。自身のそんな経験もあり、これからキャンピングカーでの旅やキャンプ、車中泊を楽しみたい方に、こんなこともあるんだよというような注意喚起や参考になればと思い、視聴者様から怖かった体験談を集めて動画にまとめました。ただお話しするだけではなく、図でわかりやすく説明し、何が危険なのか対策なども考えていければと思います。今回はオートキャンプにまつわる怖い体験談、動物編をお送りします。キャンプ場や野営地などは自然がいっぱいで心身ともにリフレッシュできますが、野生動物の活動エリア内であることも絶対に忘れてはいけません。それでは順番にお話ししていくのですが、いただいたお話は特定や風評被害などがないように、車種や場所などの名前は伏せ、死因画像はある程度イメージで構成しております。あらかじめご了承ください。一つ目のお話、冬にオートキャンプ場に行った時のことです。私はシェルター内で料理をしていて、妻は焚き火に当たっていました。するとすぐ横の炊事場から、後ろ後ろと声がしたので、なんだとシェルターから出て確認をしたら、小さめのイノシシが数メートル後ろにいました。ひとまず妻をそっと離れさせ、テント内で寝ている愛犬たちが起きないかドキドキしていましたが、幸いイノシシはすぐに山の中に帰っていき無事でした。ということで、こんな感じのお話をいただきました。このお話、一見小さめのイノシシの遭遇ということで、そこまで怖い話じゃないかなって思う方もいるかもしれませんが、実は危険と言える状況でした。野生動物で比較的遭遇率の高いイノシシでありますが、主に本州で見られる日本イノシシはオスで最大170センチ、重さ190キログラムほどまで成長します。走る速度は40キロ以上、噛む力も強く、過去に指を噛まれて骨折した事例や、突進されて太ももに角が刺さり大事に至る事故も発生しています。今回の小さなイノシシが赤ちゃんイノシシ、いわゆるウリ坊だったのかどうかは定かではありませんが、イノシシが小さいうちは親イノシシと行動を共にしているため、仮にウリ坊がその辺にいてもむやみに近づいてはいけません。最悪親イノシシに襲われることになります。本来イノシシは警戒心が強く臆病なため、自ら人間に近づくことはあまりないのですが、こんな感じでバッタリ出会ってしまうパターンが一番怖いです。もし出会ってしまった場合は、背を向けて走ると本能的に追いかけてくるので、イノシシを正面に見つつ少しずつ距離を取るといいです。また手元に食料があるようならそっと置き、それをイノシシが食べている間に逃げれるかもしれません。石を投げたり大声を出したりして追い払おうとしてはいけません。興奮して攻撃的になる可能性があります。イノシシが怒っている時、威嚇しているサインとしては、体毛を逆立てていたり、牙を鳴らしたり、地面をガリガリと掻いたりして落ち着きのない様子というのが挙げられます。こんな感じでイノシシのことを知ると、結構怖い状況だったんだなということがわかると思います。今回の事例ではイノシシを刺激せずに冷静に後退し、結果イノシシが山に帰ってくれたということで難を逃れた形になります。イノシシをよく知らなかった方は特に注意してオートキャンプなどを楽しまれてください。続いて2つ目のお話、とある湖畔沿いのオートキャンプ場に仲間と訪れた時のこと。仲間とのキャンプを楽しんだ後、みんなは先に寝てしまいました。一人でビール片手に焚き火を楽しんでいたところ、ふと前を見ると、暗闇に光る5頭くらいの獣の目がこちらを見ていました。暗闇すぎて目しか確認できなかったので、何だったかはわかりませんでした。体が固まって動きませんでしたが、ふと我に返ってテント内に逃げ込みました。生きて帰ってこれてよかったです。というお話です。今回のケースでは暗闇ということで相手の正体がわかりませんが、目が光る動物というのは意外といて、鹿やタヌキ、
クマ、キツネ、猫などで他にもたくさんいます。目が光る理由は網膜の奥にタペータムという反射板を持っていて、少ない光を反射させて暗闇の中でも視力を持ち活動できるようにしているものです。タペータムを持ち集団でキャンプ場に現れそうな動物を調べた感じ、鹿かタヌキあたりではないかと予想します。さらに言うと鹿は警戒心が強く人を見るなり逃げてしまうことも多い中、タヌキは単独から5匹ほどの家族単位で行動し、臆病の割に意外と警戒心が薄く、キャンパーの残飯などをよく狙ったりするので、今回の犯人はタヌキなのかなという予想です。湖畔沿いということで水場を好むアライグマなども可能性としてありそうかなと思いましたが、基本的にはアライグマは単独行動ということでその線は薄そうです。その他野犬やそれよりも危険な動物であった可能性もありますが、たとえ相手がタヌキだったとしても真っ暗の中目が光る正体不明の獣数匹に睨まれていればかなり怖いですよね。キャンプ場では夜間食べ物のゴミを必ずテント内や車の中に入れるような注意書きがあるように、こうした夜行性の動物たちが食べ物を求めて近くまでやってくるパターンは多いので、もろもろ気をつけたいところです。最後に僕の体験談ですが、湖畔沿いのオートキャンプ場を利用している時のお話です。深夜にトイレを利用し戻ってキャンピングカーのエントランスから中へ入ろうとした時、車の下から何者かに右足をガッと掴まれたことがあります。このまま車の下に引きずり込まれるのかと一瞬ヒヤッとしたけど、掴んで引っ張っている感覚はあるものの大した力はないようだったので、ピッと足を引いてから車の下をゆっくり覗いたら、ハクビシンがこちらを向いてシャーッと威嚇していました。ハクビシンもこうして見ると可愛いなぁと思ったりしましたが、野生動物にはダニやノミが付着しています。危険なウイルスを持っている可能性もあるため、その点も十分注意しましょう。はい、ということで今回は車中泊オートキャンプ中に経験した怖い話、動物編をお送りさせていただきました。本当にキャンプ場にはいろいろな動物がいますよね。やはりキャンプするのであればメジャーな動物の知識などは入れておいた方がいいと思いますので、これを機に気になった方はぜひご自分でも調べてみてください。例えば鳴き声なんかでもそうなんですが、鹿の鳴き声は女性の悲鳴に聞こえたりとか、狐の鳴き声が男性が怒鳴っているような声に聞こえたりとか、アナグマに関してはなんと赤ちゃんの鳴き声のように聞こえたりもするそうです。アナグマは実際に聞いたことないんですけども、狐と鹿の声は何度も聞いたことがあります。初めて聞いた時は本当に女性が逃げ回ってるのかなっていう風に思うぐらいそっくりな鳴き声でした。確か狐の時もこれなんだろうと思って SNS に投稿してこう教えてもらったっていう感じなんですけども、もうそこで男性同士で喧嘩が起きるんじゃないかっていうような声でしたね。まあ、最後のアナグマに関しては夜中の森ではちょっと聞きたくないような感じですけども、まあ、そういった知識があることによって自身の安心感にもつながると思いますし、事前にいろいろと対策も取れていいかと思います。また車中泊の朝に車のタイヤハウスに猫がいて危うく発進させてしまうところだったというお話も複数件いただきました。寒さをしのぐために侵入したのだと思いますが、キャンプ場や道の駅 RV パークなどでも猫を見る機会が多いので、そういった点も含めて車中泊オートキャンプの朝は車の下をしっかりと確認してから発進するようにしてください。はい、まあ、そんな感じで動物のお話は以上になるんですけども、このシリーズ今回は動物編とさせていただきましたが、キャンピングカー車中泊にまつわる怖い話、この他に人編心霊編とまだまだ続いていきます。ただ視聴者様からいただいた多くのお話をまとめたり編集用の素材を集めたりと少々動画を作るのに時間を要してしまいます。なのでまた動画が仕上がり次第ですね、順次このシリーズを上げていきますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。これからもキャンピングカーユーザー車中泊をする方のためになるような動画作りを行っていきますので、ぜひグッドボタンチャンネル登録をお待ちしております。それでは本日の動画は以上。バイバイ。